2024年度5月の13日の AI ニュースをお届けいたします。まず、えっ、ー、とですね、こちらの方ですね、バイブルの,、えー、の新 AI コンシェルジュっていうニュースです。 はい、こちらの方なんですけれども、バイブルっていう、えっ、ー、と、アプリがありまして、2014年度に開始されたオンラインの出会い系の、えー、ネットワーキング、えー、アプリケーションとていうことで、えー、あるアプリなんですけれども、まあ、こちらですね、マッチングするときにですね、プロフィールがユーザーの方に表示されて、まあ、ユーザーはですね、えー、左にスワイプとかですね、右にスワイプとかってしながら、まあ、広報ですね、いい、悪いっていう風に選定しながらやっていくっていう、 で、まあ、あのー、こちらの方のですね、えー、アプリがですね、近い未来、AI デートコンシュルジュとして、えー、会話をしながら不安を、えー、っとですね、解消してくれるような、そういうような AI が出てくるっていうお話なんですね。で、えー、っと、このバンブルのですね、えー、創設者、ホワイトニー・フルフ・ハードさんなんですけれども、もともとこの方ですね、まあ、いわゆる、えー、ご存知かもしれませんけど、Tinder、 ティンダーティンダーですね。<laughs> はい、ティンダーの共,共同創設者。 の方でして、まあその方がですね、2014年度に、えっ、ー、と、違うアプリでバン,ブバンブルっていうアプリをね、えー、まあ作ったらしいんですけど、まあこの、えー、ホイットニー・ウルフ・ハードさんがですね、えー、こちらのブルームバーグのですね、なんかそのインタビューに答えてる中で、えー、今回の内容が発覚したということなんですね。で、えっ、ー、と、まあ、いわゆるデートコンシェルジュっていうふうに言いまして、やっぱりこうマッチングする際に、 なんか、こう、なんて言うんでしょうね、こう、サポートしてくれるような AI が必要であろうっていうことで、ここで喋ってるみたいなんですね。で、まあ、あのー、まあ、ピューリサーチセンターっていうところのデータによるとですね、アメリカ人のほぼ46%がですね、まあ、あの、スワイプしているのにちょっと燃え尽き感あったりとか、まあ、オンラインでデートするっていうのにちょっと結構ネガティブな、えっ、ー、と、 うん、ことを思ってたりとかっていうことが、なんかまあ、えー、研究データで発表され、えっ、ー、と、分かったみたいでして、で、それを踏まえてでですね、この、えー、ホイットニュー・ウルフ・ハードさんがですね、まあ、そんなことじゃあかんよっていうことで、AI の、えー、コンシェルュを作っていたっていうことみたいなんですね。で、まあ、あのー、一番ね、ちょっとね、これ面白いのがですね、まずまあ、バ,バンブルのこのね、えー、ホイッ、えー、トニュー・ウルフ・ハードさんなんですけど、 この方、まあ、アメリカの実業家なんですけど、実はですね、現在34歳っていう、結構なやり手の、えー、経営者の方でして、なんと最近またこれも発表されてるんですけど、スラックのですね、えー、全最高経営責任者、CEO ですね、が、なんとバン、バンブルの、なんか、あの、経営トップに、まあ、就任したっていうこともあって、 なんかね、そうそうたるメンバーがですね、この出会い系アプリの、えー、会社にですね、どん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 入ってきて、まあいろんな形の展開を、えー、行ってるっていうところがあるみたいなんですね。こういうところも結構ね、今回のこのニュースでは面白いのかなっていうふうに思いました。はい。まああのー、皆さんもですね、もしかしたらこれ聞いてらっしゃる方ね、あのー、Tinder、Tinder、Tinder は使ったことあるかもしれないですけど、あのー、まあ、 あの、なんかこれね、言われてる内容の中で、その、パブリッシュっていうところをね、あの、最近の調査によりますとですね、これまあ、米国のね、内容なんですけど、18歳から34歳の男性ですね、3人に1人が、まあ、人間関係のアドバイスに疲れていると。で、そして、その、えっと、人間関係のアドバイスしてもらうのに、えっと、あの、チャット GPT を利用してるっていう、なんか、報告が出てるみたいなんですね。なんで、 まあ、悩める方いらっしゃる。やっぱりこう、なんて言うんでしょう。えー、人間関係ってね、いつの時代もですね、悩んだりとかして、まあ、それ、そうのね、まあ、お金を払ってトレーニングされる方も中にはいらっしゃるのかなっていう、なんか、やっぱ今回のですね、出会い系アプリ、先進してやってるところがですね、そういうコミュニケーションに関する対応の、まあ、サポートするところの AI を作っていくっていうところは、なんか今後先にね、それが、まあ、足がかりになっていろんなものが出てくるんじゃないかなっていう、えー、っと、なんか予想が つくような感じのニュースだったのかなっていうふうに思います。はい、えー、5月の13時 JAI ニュースカワゴンがお届けいたしました。